さあ始まりました、プラプラアスレチック。全部で5ステージあります。各難所を乗り越え、果たしてファイナルステージまでたどり着く者はいるのか。おハロー、タコくんです。今回はいつものスタジオをアスレチックにしてみたよ。僕とエニアリが交互にやるので、最後まで楽しんでみてね。さあ挑戦者はブラブラ歌子くん。鍛え抜かれた体で全てのステージをクリアすることができるのか。はい、まず最初はプリントステップ。こちらはしっかりと足で着地しないと滑ってしまいます。さあ頑張れ。わわ、意外といけるか、いけるか、いけるか、いけないのか、大丈夫か。おっ、滑ったか。おお、難なくクリア。続いては赤布の扉です。こちらは扉の重量が200キロとなっており、なかなか開けることができません。さあ果たして開けられるのか。タコくん頑張ってる。あ、結構重いのか。よっと、なんの200キロと書いてある結果、いけるのか。開けた。はい、続いてはフラフラディスク。不安定なディスクや椅子の上に乗って渡っていくステージです。おっと、おっと、揺れたか。落ちるか、落ちないのか。落ちない。いいですね、一歩一歩着実といっております。おー、ちょっと高くなった椅子があります。高くなった椅子、机です。いいですね。おな、おーっと、椅子の上に、お、そっち行くのか、どっちなのか。あー、いいですね。お、ちょっと息が荒くなっていますね。でもだんだんクリアしました。はい、続いては難関ステージ、そり立つ地球グミです。壁についた地球グミをキャッチして食べなければいけない、食べきらないといけない。次のステージへと進めます。いや、いた。おっと、滑ったか。おー、もう一回いけますかね。おー、いた。おっと、お、かっこいい取り方です。ヒーローようです。お、風が吹いているのか。大変だ。飛び立っている。おっと、それを食べきらないといけない次へのステージで作ったものなので、力加減を考えないと、やらないと熱いお湯に着水してしまいます。さあタコくん、わ、グラグラとしていますね。あ、できない。おっと、できない。おっと、できない。おっと、うわぁ、なんということでしょう。これは部屋にまで水がしたい。また来年出場できることを願ってます。さあ続いての挑戦者はプラプラブエニャリ。その鍛え抜かれた顔面と鍛え抜かれた変顔で、彼女はステージをクリアすることができるのか。さあ注目です。さあ始まりました。最初に始まるのはプリントステップ。彼女は足が短いのが私の持ち味だと日々常に言っております。さあ彼女はうまくたどり着くことができるのか。おっと、両足で飛んでいる。おっと、危ない。ここで脱落していいわけがない。やり直しが効くのがプラプラアスレチックだ。さあもう一度彼女は最初からやり直す。おっと、片手、次は飛んだ。おっと、次は頼む。た
続いては200キロの壁。これは女の子なら絶対に無理だというその中壁です。彼女は開けることができるのか。おそらくカメラに変顔をしている頃でしょう。私からは姿が見えないが、彼女はおそらくとてつもない変顔で開けている。さあ200キロカメラと逆向きに開けている。そうですね、画角を考えるならそうやって開けるのが普通だ。おっと開いた。彼女はフラフラでたどり着いたが、次のステージはフラフラデスク。不安定なデスクが椅子の上に乗って渡っていくのができるのか。さあ彼女は言います。簡単にできることを私はあえて難しくしてわかるのだと。言ってないわ。彼女は日々簡単なことを難しくすることが得意だと言っている。そんな彼女はどういう風にここを面白く渡ってくれるのか。さあバランスを崩していないが、崩してるように見せ、そしてどういう笑いを持ってきてくれるのか。もっと笑いを作るのが難しいそうです。そうです、彼女はよく言います。難しいことを作るのは苦手だと。さあ彼女は分かりきることができるのだ。彼女の特技といえば変な音、そして大きな声です。本日もその大きな声はどれだけ出るのでしょうか。タイムの方が残り30分となっている。いけるのか、ペイヤにいけるのか。さあ続いてはそり立つ地球より、地球よりはキャッチして無事に食べて次のステージに行くことができるのか。残りは15秒となっている。頼む頼む、尺的にも絶対に行ってくれ。さあ早く食べてくれ。さあ早く早く、オフロでフック。さあ彼女はタコ君と同様落ちてしまうのか、それともファイナルステージへ進むことができるのか。彼女の性格的に落ちたいと思っているのはこちらはすごくわかるのですが、頼む、スタッフさんが作ってくれたファイナルステージを見せたいから絶対にクリアしてくれ。さあ彼女はどうクリアしてくれるのか。でもこれ超むず。ちょっと待って。さあこのステージは自分が作ったものなので、力加減を考えなければ熱い熱い湯船に着水してしまいます。さあ彼女はボタンに届くことはできるのか、はたまたその自慢の前までボタンを押すことになるのか。さあどっちだ、針を押すか手で押すか、針を押すか手で押すか、針を押すか手だ。自慢の前ファイナルステージ。ロープにかかった椅子を己の腕力だけで引き寄せ、助走だけで進み、枠内にきれいに着地して止まる超難関ステージだ。助走は1回伸びで制限時間は1分。このステージでは数々の挑戦者がクリアすることができなかった。果たして初めての勝者となるのか、エニャリー。さあエニャリー、ここはどういうパフォーマンスを見せてくれるのか。おっと、彼女は座った、座った座った座った、そして引いた。おっと、これは魚の漁に似ている。さあ大物は釣れるのか、はたまた大物は釣れないのか。おっと近づいてきている。そう、彼女はお気づきでしょうが余裕です。演技をすることには慣れております。こんな軽い椅子も重たいように見せるのが得意でした。さあファイナルステージです。彼女の笑いを、笑いを作ってくれるその彼女の姿をとくとご覧あれ。まずい、時間が残り
手で触ってしまったことがアウトの原因となったような助走をつけすぎた襟に。ダメなの？はいはい、皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様です。いかがでしたでございましょうか？そうですね、まあまあ、ご覧になってわかると思うんですけど、こんなの簡単だろうっていうのが一番難しいので、どうやってクリアすればいいのか、どうやって失敗すればいいのかも考えながらやらなきゃいけないっていうのがとても難しかったですね。いやー、私はまあとりあえずファイナルステージに行けたことは本当に嬉しいです。なんですけど、ちょっといろんなナレーションの方がちょっと私が頑張ってやってるのに、なんかこうやって動かしてこんな簡単にできるやみたいな。はい、ということで、こちらの動画がいいなと思ってくれた方は、はい、グッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。他にも楽しい動画たくさんありますので見てみてください。せーの、待ってるよー。